珍しいな。珍しいどうも、しばです。今日はですね、はい、30年続く餃子屋台に行こうのコーナーです。餃子屋台？そう、餃子屋台。ラーメンの屋台はよくあるでしょ？おうおうおう、餃子の屋台って初めてやなと思って。おうおう、しかもそれが30年続く伝統の味ということで。なるほどね。ということで行きましょう。あれからだよ、餃子食わなあかんやろってどこやろな、この辺やねんな。あれじゃない、あ、今車待ってる、あそこ。そうそうそう、ちょっと行ってみよう。ということで屋台やな、ほんまに。ほんまやな、ちょっと行ってみようか。よしよし、売り切れでね、今日もすっからかんで。よかったけど最後に食べれて。あと1本ぐらいかな。ちょっとね、もうすっからかんでるけど。人気なんですね。もうね、28年やもん。あー、よかった。いや、今日ね、時間ギリギリやなと思って急いで来たんですけど。はいはいはい。あってよかった。ほんまに、屋台やのに、そうやって包むんですね。もうね、足らなかったらやっぱりしますよ。仕入れと違うからね。あー、こんな感じだね、メニュー。ニンニク餃子とかめっちゃ美味しそうですね。ありました。うまいな。うん。ニラ餃子も美味しそう。で、シソも美味しそう。もう餃子一筋。30年、27年かな、95年からやってますけど。おうおう、なんで屋台で餃子しよう思ったんですか。おー、たまたまかな。屋台といえばなんかね、たこ焼きとかさ、はい、ラーメンとか、はい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 、ありますけど、その中でも餃子。餃子はね、奥が深い。ああ、とりあえず奥が深い。お、大きいな、こっちの餃子は。30グラムぐらいかな。うん、珍しいな。え、いつも何時からやってはるんですか。3時昼の。はい。あ、大体もうそこが来るのが7時かそのぐらいかな。あ、じゃあちょっと遅いね。それから包んだりしますんで。あーはーはー、足らないのをね、早い方がね、種類がいっぱいありますんで。手羽先、餃子とかさ。あ、おお、これに今度つきますんで、はい、焼きがつきますんで。ほう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 、ケツの方に。いいな、欲しいから何かかってんで。これやったらケロ、はい、熱いよ。熱いから、ここで行こうかな。うんうん、まあ、一回や、うん、食べてみて。熱い。こ、皮なの。あ、ここか。よそにはないから。ここはここは やけどしちゃう、やけどしちゃう。あ、ニンニクは真っ赤い感じがする。ええ、うん、ニンニク含有量は半端ないけど、元から中に味がついてて、そうそう、そのまま食べれますね。はいはい、めちゃめちゃ美味しい。うーん、タレつけんで食える。うん、味がね、もうしっかりっていうかさ、これ酒にめちゃめちゃ合いますね。え、酒に。ああねー、缶ビールとかでね。うん、今けどコロナで結構きついじゃないですか。いやー、うちは結構ね、忙しいのよ。やっぱテイクアウトやから、外やから。そうそう、結構ね。けどそれもね、人柄ですよ、お父さん。何元分とかさ。けどそもそも、あんまり微妙なものやったらみんなリピートせえへんからね。はいはいはい、やっぱりこうやってリピート何個もあるっていうことは、やっぱこだわってる。こだわらんとね、こういう世界はもうあれは無理やわ。オンリーワンですね、餃子。もうね、いやほんまに知る人ぞ知るやね。いやほんまに思うよ。あーでもない、こうでもないって8年9年間ぐらいかかったもん。あ、味が定着するのに、自分で納得するのにね。一番の肝心はね、やっぱり来る時の本人の自信やわ、はい、それがなかったら何言ってももう絶対無理。
それを気づくのが8年、9年かかるな。この子。お。おしが。ありがとうございます。すいませんね、もう。すごい。ありがとうございます、ほんまに。ありがとう。嬉しいわ、食べれて。なあ、あってよかったな、うんうん、しかも、お目当てのニンニクが上がっとった。ニンニクがあったって。嬉しい。ただ朝人に会われへんレベルのニンニクの量やで。美味しいけど。今日これ酒止めちゃう。はい、よ、OK ね、ありがとう。ありがとう。はいはい、ありがとうございます。ありがとう。速攻で食べます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ま、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ということで買ってきました。じゃじゃじゃーん、こちら出来たてほやほや。あ、これあれやねんや、ここに入れろっていうことなんや。あ、タレ入れね、うんうんうん、お真実やん、うん、で、こんな感じで、ね、おー、美味しそうやん。うんうんうん、これをここに、ほう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 、入れまして、入れまして。これなんなんやろな、マヨネーズと、あ、なんか薬味ね、うん、これちょっと分からへんけど、まあちょっとずつ手持っていきますか。そうやな。では、いただきます。じゃノーマルの餃子からね。あ、この大きいのがノーマルね。ノーマル言うとったで。はいはい、はい、ちょっと落ちそうで怖い。ここにちょんちょんしてこのままね。え、佐藤のご飯買ってきてた。これちょっとレンジ適当でいいんで含めてもらえますかって言ったら、もたれへんレベルに熱い。おう、うん、あ、皮もちもち。はあ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 、うん、でね、中のあんね、うん、だいぶジューシーやな。あんがジューシー、うん、ジューシーで、なおかつ、うんうん、このノーマルですでにニンニクだいぶ効いてる。ああ、そうなんや、うん、めっちゃ美味しいよこれ。はあ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 、うん、で、うん、これがニンニク餃子。あ、ニラや言うて間違っとったね、うん、ニンニクね、うん、これもちょっとこっちにつけて食べてみようか。タレね、うん、インパクト的に言うとね、うん、ニンニクのかけらが中に入ってるって感じ。あー、みじん切りがね、みじん切りとかもう一かけらが入ってるみたいなイメージのこのインパクト。あ、ニンニクの入ってるわけじゃないねんけどな。ほう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 、うん、ニンニクの方はね、うん、これ何、チビカラかなんか言ってなかった。これ辛いの、なんか辛いの一個あったんちゃう。ほうほうほう、ほな、これいってみようか。ん、うん、辛い、辛い、うん、結構辛いね、これ、うん、はい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 、辛いのを消して早く、はい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 、うん、これが僕が飲むということはドライバーしないといけないよ。じゃあいただきます。お言葉に思う、喋られ。餃子にはほらなかったら合わへんやろ。薬味これやってみよう。これ何か分かれへんねん。あ、この薬味ね、うん、混ぜて、え、混ぜんの、混ぜるやろ、これは混ぜてくれってことやろ。あ、そう、あ、そう、うん、じゃなかったら1個のところに入れてないでしょ。そうやな。で、これを、これマヨネーズでしょ、多分。え、マヨネーズ合うの。いや、分からん。とりあえずこの辛いやついくわ。え、辛いのそれ。分からん、それすらも分からん。なんかね、ちょっと待ってな、これだけちょっと直で言って何か調べるわ。あ、豆板醤とニンニクと、うん、あと何かやな。へー、でもこれうまいよ。あ、そうなんや。うん、こうつけて、ほうほうほう、ラー油の代わりにしろってことかな、こうやって。あー、なるほどね、はいはい、多分そうやわ、そういうことやな。うん、べらぼうにいける。これ混ぜよ、初めてや、ほぼラー油の香りやわ。あーは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 ー、幸せ。マヨネーズいってみるわ。餃子マヨ初めてやねんけど、うまいな、うん、あら不思議、マヨネーズを入れると、うん、ニンニクの味がしないわ。マヨネーズの油で、うん、全くせん。これだから絶対つけたらあかん、ニンニクに。じゃあこれは普通の餃子につけろってことない。あ、なるほどね、うん、マヨネーズを、うん、もう初めてな体験やで。うまいな。
ものすごい食べやすい感じだった。ほうほうほう。なんか餃子というか、何、うん、やろな、これ。餃子という感覚ではなくなる。マヨネーズ自身の味も変わるね。あっさりといただけるみたいな。なるほどね。うん。あん、これ大根入ってるもんね。言ってたな。うん、うん、うん。入ってる入ってる。なお父さんこれ握ってたからね。あ、そっかそっか、うんうん。最後ね、作ってくれたもんね。うんうん、ぜひ皆さん、行ってみてください。まあ、おいしい。もうほんま、速攻、車で食べるのがいいと思う。ああ、そうやね。うん、うん、うん。やっぱり餃子だけを、まあ、あの30年間こだわって作り続けてきたわけやんか、うんうんうん、やっぱりすごいよ。作り方ちょっと特徴あったよね。せやな、最初さ置いて、うん、で速攻で水ひったひったにしたやん。せやな、水餃子になるんかなと思ったらそっからの焦げ目やから、だからこのもっちっと感が出んねやろな。あ、うん、研究のせいかな。佐藤の飯も食べたし、せやな、ほんま炊飯器で行きたかったけどな。じゃあまた今度リベンジしよう、炊飯器持ってな。うん、うん、そうしよう。で全種類食べよう。食べれるで普通に。ただこの冷えてきた時の油の周りがどういう風になるかはちょっと未知数やな。うん、ほんなら炊飯器に2合ご飯炊いて、うん、今度出来上がったやつを炊飯器の中に入れてもらおう。ほんで車で保温しに持って止まって食べる。それさ台無し食いって言うねんで。保温できるやんか、冷めへんで。せっかくこんがりしてんのに湿気でブヨブヨなんじゃない。混ぜご飯の出来上がりやないか、お前。